僕たち、天皇賞秋山ウェブです。に対する視聴者の反応集。僕たち、天皇賞秋山ウェブ。会員募集中。アマゴイ VS ハレコイ。勝手に戦え。ジャスティンパレス、ドージュース、我ら府中の水はけに全幅の信頼を寄せる部。この番組は、ブローザコーンの提供でお送りいたします。お前来ないじゃねえか。偉大なる雨降らし先輩ぞ。ブローザコーン、こんな時君がいてくれたら。解説席にはかつてアマゴイ部として大活躍されたモズゲットさんをお呼びしてます。ドージュースは飯ばっか食ってるから水はけ部長を降ろされたってマジ？ドージュースは最近水で遊んでたのでリバチに部長を依頼しました。別にどっちでもいいかな。ハイペースでもいいしスローペースでもいいよ。先生とカズオくんの指示に従うだけなんで。出たわね、優等生。久しぶりじゃないか雨の天皇賞秋。まあ曇り時々だから宝塚ほどにはならんだろうが。ソウルはコース散々心配されてたが雨ブースト入ればいけるんかね。現状前日の土曜は雨の予報みたい。日曜の天候次第だけどやや重くらいじゃね。何度も言うが前日しっかり雨降った重ババだった去年のオクトーバー S が 1.58.0。昼過ぎからレース中まで降った安田記念が 1.32.3、朝からレース中までずっと降ってたサウジアラビア RC が 1.33.0 の時点で、府中で時計かかるかもしれない、なんてナイーブな考えはしてろ。どれくらい強くなるか次第だがそこまで強く降らんだろうし府中の排水ならやや重くらいが妥当じゃね。府中の水はけ考えたら季節外れの台風でも来ない限り重にはならんだろうな。府中の芝くんって台風レベルじゃないと屈しないってこと？マジで本振りし続けなければ重と変わるにならないから排水率すげえんだよな府中。安田記念の日って雨降り続いてこそいたけど体感で雨量はかなり少なかったからどう見るか。100% 聞く雨声を教えてください。ソウルオリエンスの激走が見たいんです。両馬場で激走するように祈れ。ソウル、太陽、なのに重馬場得意な馬。太陽は俺一人で良いってことやろ。菅井氏に雨乞いのダンスを襲われ。限界ステラミンも神社で雨乞い祈祷の検討してたな。ウェザーニュースだと降水確率 30% の曇りのち晴れだね。前日は曇り予報だし当日降るとしても小雨で宝塚の時のような馬場にはならなさそう。今の天気予報とかコロコロ変わるしサイトによっても違うし参考がいいよ。せめて木曜まで待て。では皆様切り替えましょう。天皇賞秋の予定馬券述べてけ。ベラジオオペラと心中します。ルメールの副賞たっぷりにルメールオペラのワイドショー賞。レイベンは絶対切らないよルメールだから。絶対馬券内には来る。レイベンスティール軸3連複。入れ込んでないかちゃんと見ないとな。今回はルメールを切って痛い目を見ました。この教訓を活かして、もうそろそろルメールも着外行くだろうと予想して切ろうと思います。ドージュースリバティレイベンで。三連複にするか三連単にするかで迷ってる。単勝はルメールを買えと言われるのでルメール買います。でも本音を言えば、馬券外れても良いからドージュースに勝ってほしいっていう。この秋小馬参戦はドージュースに付き合うと決めてますゆえ。ドージュースとリバティの副賞だと両方とも三着以内に来ないとダミリそうやな。誰かマテンロース会と心中するやついない？一緒に心中しようぜ。ここは押し馬ステラベローチェで、行く。ステラと大輔が新時代の扉口開けるから見とけ。誰が何と言おうとソウルオリエンスを応援するぞ。雨降ったらソウルオペラの素振りステラと宝塚にいなかった人気馬ちょっと買う。東京は雨っぽいけど府中は多少降ってもすぐ回復するからな。でも応援するよソウルオリエンス。イクイノックスの2着に来たのは伊達じゃないと思うのでジャスティンパレスで。厳しい戦いだとは思うがここでリフレーミングが活躍してキングの直系繋いで欲しいので応援馬券買う。リフレーミングくん頑張ってくれと思っているが外観戦周りが強そうがすぎるぜ。相手は予想オッズの人気のままならダノンベルーが買いたいけどシーデム出し人気しそうだな。ドージュースかタスティエーラに買ってほしいです。ドージュース、タスティエーラです。こんな感じで予想してるおかげで今年150レース以上は馬券買っておきながら8レース分しか当たってません。それでも俺は諦めません。1着予想、レイベンスティール。2着予想、リバティアイランド。3着予想、ジャスティンパレス、ダノンベルーガ、ソウルオリエンス、ベラジオオペラ。これを買う。ジャスパレ抜いたらほぼこれ。